こんにちは。第73世竹之内ですね。竹内哲也です。今日は12代天皇、景行天皇について語ります。景行天皇は本名は大田良彦、お城分けの御事です。この方のお兄さんが実は天皇になれなかったんです。なぜかというとずっと失語症でした。ことは喋れなかったんです。そのためにできなかったんです。で、結局、景行天皇が後を継いだわけです。最後は喋れるようになったんですよ。鳥が飛んだ姿を見て、うぐいだ、うぐいだと叫んだというのは有名です。そして、後継、磯に、比企の入彦の御事がいます。まあ、この人はある程度補佐をしてました。そして、この時、この磯に比企彦は、軍事関係はある程度、関係してまして、事実上、磯の神神宮の初代の監督といっていい地位に立ちます。磯の神神宮は天皇家が竹を倒した時に、そこの宝物、宝物、御神宝を管理する、という、そういう家です。そして、皇妹、つまり妹には、大和姫の御事がいます。これは初代の伊勢神宮祭主です。初代伊勢神宮祭主。これが妹なんですね。つまり、お兄さんが磯の神神宮のトップ。で、妹が、伊勢神宮のトップになったわけです。それで弟に、宅一分けの御事といって、分け師の祖ですね。分けの清丸の先祖です。そしてもう一人、祖父分けの御事と言いまして、これが伊賀氏の先祖です。伊賀一族ですね。そしてこの時、大臣に、竹の木の宿根がつきます。ついに。宗張の大臣、初代大臣になりました。これは竹の木の宿根です。で、この時、竹の内の宿根と同じ年、同じ月、同じ日に生まれた人がいます。これは後の聖武天皇です。実はこの聖武天皇は、竹の内の宿根と、兄弟だったと言われます。つまり双子だったんですね。同じ日に同じ時間で生まれてますから。実は天皇家というのは双子というのは嫌うんです。意味嫌うんで、双子の場合はどちらかが養子として別の家に行きます。で、竹の内の宿根は養子に行ったんですが、天武天皇と仲良かったみたいで、一緒に警備についたりして、すごく仲良かったです。それは景行天皇ですね。景行天皇の時に押さえておくのは、伊勢神宮最初のトップと、出雲神宮の最初のトップが現れたということと、子供に竹の内の宿根と聖武天皇がいた。おそらく双子でしょう。そのことを押さえときはいいでしょうね。それでは竹内さん。